型の南紀重国、江戸時代、17世紀、東京国立博物館像、重要文化財南紀重国は、江戸時代の奇襲藩お抱え投稿と、その一派、幕末まで11代続いた。競技では、初代の茂国古事にや、その政策等を指す場合が多い。抗議では、二代以降の茂国や、その政策等を含むことも多く曖昧な故障である。 初代十国名の初代霊山和伝手書き派の末裔であるという初代十国は新東岐屈指の名工であったと伝えられる。本国は山和国であったが、駿府の徳川家康に召された後、紀州徳川家の家祖、徳川頼信に従って紀州に移り、その後は十一代にわたりお抱え投稿となった。作刀記は現那の頃が多いとされる。山都や駿府などで制作され、 その旨を説明された答申も現存しているが、紀州で制作され現存している答申には、オナンキ重国像の、オナンキ重国の名が多い。初代重国の実施で金助父の業績をしたってか、制作党の名に、文珠の文字を切ったものが多く、特に区別して、文珠舎国と呼称される。徳川頼信の,の相手丹野を務めたと伝えられる。作刀記は、 明暦の頃が多いとされる。将軍、徳川吉宗に、江戸に召し出され浜御殿で作刀し、その技量の高さを認められ青い人波紋を茎に刻む、ことを許される栄誉を受けた。ありがとうございます。